この動画では 3D タスカル X、 3D タスカル X ライドの 3D スケッチとローカル座標の操作方法をご紹介します。はじめにローカル座標を作成する際や計測を行うときにも参照できる 3D スケッチの操作です。 3D スケッチ、点、円弧中心を選択します。円弧や円をクリックすると中心点が作成できます。 3D スケッチ、点、線を点群にを選択します。線をクリックすると指定した数で等分割した点が作成できます。3D スケッチ、面の中心線を選択します。面をクリックすると中心線が作成できます。 3D スケッチ、面の交線を選択します。2つの面をクリックすると交線が作成できます。 3D スケッチ、投影線、点を選択します。ここでは指定面への投影を選び、投影方向を直線指示、面の延長上も考慮するにチェックします。投影したい面と方向を選択して、投影したい要素をクリックすると線や点が投影できます。 3D スケッチ、直線、パーツの領域線を選択します。パーツをクリックすると領域線が作成できます。ここで一度作成した要素を確認していきます。パーツの領域線コマンドに入っている場合はエスケープキーもしくはコマンド解除アイコンをクリックします。 3D スケッチで作成した要素はすべてレイヤーの中に保管されています。点要素は点の中に、直線要素は直線の中に保管されています。画面ウィンドウでクリックすることで確認することもできます。 3D スケッチ、断面線、クリッピング平面を選択します。ここでは選択されているカネント座標の ZX 平面を選択します。スライダーをドラッグしたり、座標からの距離を数値設定することができます。今回は原点を通過するをクリックします。作成される断面線は断面レイヤー001という新たなレイヤーに保管されます。また視点として視点001が作成されます。作成した断面線を確認していきます。視点ツールバーから断面を選択します。視点001を選択します。要素の確認は断面レイヤーから確認することができます。選択した要素は画面ウィンドウ上で赤くハイライトします。なお続けて 3D スケッチで要素を追加する場合は断面レイヤー001や視点001の状態が変更されてしまうため、一度視点を元に戻してからレイヤーツールバーからカレントレイヤーを変更します。あるいは挿入レイヤーから新しいレイヤーを追加します。ここまでが 3D スケッチの操作となります。続けて計測や図面化など様々な機能の基準として利用できるローカル座標の作成方法です。挿入、
ローカル座標、2線で設定を選択します。最初に選択した方が X 軸、次に選択した方が Y 軸になります。2線の交点にローカル座標が作成されます。なお、選択する2線は距離が離れていたり直線ではなくても選択できます。円あるいは円弧の中心にローカル座標を作成する場合、数値設定から行います。挿入、ローカル座標、数値設定を選択します。参照をクリックし、対象となる円円弧の円周上をクリックします。位置が自動入力されます。なお、数値設定でローカル座標を作成した場合、座標の向きは直前のカレント座標の向きを参照します。ローカル座標の向きの変更や回転したい場合は、座標ツールバーのアイコンから行うか、ローカル座標を選択してポップアップメニューから行えます。軸の向き設定を選択します。ここでは Z 軸を選択して斜めの面をクリックします。軸の向きが面直方向に切り替わります。仮に直線を選択した場合は、軸の向きが直線の方向に切り替わります。続けて軸の回転を行うため、エスケープキーあるいはコマンド解除アイコンをクリックします。再度ローカル座標を選択してポップアップメニュー、軸で回転を選択します。ここでは Z 軸回転を選択して90度で一度回転させます。斜めの穴に対して面直方向のローカル座標が作成できます。なお、レイヤーの中にある数値は座標を切り替えることによってすぐに再計算されます。以上が 3D タスカル X3D タスカル X ライトの 3D スケッチとローカル座標についての操作解説動画になります。